チャームを全部集めました、裏でね。そこも動画に撮ってるので、はい、まあ、後日あげます。でこれがね、なんか装備できないんだけど、なんか調べたところ、まあ、後らしい。なんかストーリーを進めないとね、無理っぽいので、まあ、これはこのままでいって、でいろんなチャームを集めました。で、あのね、グリムの子休むとなんか猫みたいになるんだよね。そんな感じで、もう行きたいところはいろいろ行った。あとここの繊細な花のイベントとかもやったので、まあ、最後残ってるイベントという、あ、まだ1個やってないのあったか。なんかもう一回戦えるところはありますよね。もう一回敵と戦える場所があって、そいつらはまだ倒してないんだけど、なんか別にいっかっていう感じで、行ってないところもほとんどないと思います。ということで今日は最後、多分ボスだと思うの、これが。なんでここをね、攻略していこうと思います。で、チャームはもうコンパスなんていらないから、まあ霊媒師と壊れぬ力と、まあ、正直継ぐものの歌とこれつけてけばめっちゃ強いと思うのね。で、あとはこの回復、あ、違うか、じゃあこれいらないな、こうか。で、溜まったらすぐに回復すると、これが強いね。まあ、ソウルキャッチャーとかつけていきますか。ということで来ましたよ、黒卵の神殿、黒蘭の神殿。お、封印が解かれる、壊れた。入るしかないよね。うわー、熱い。熱くはないけど入ろうか、回復しとこう。うわー、汚染されてるね、ここも。え？なんだろう。あ、なんか下、え？どこにいるの、これ。わかんない、わかんない、わかんない。え？何もないよね。あ、なんかある。何ここ、休む。え、もうボス戦じゃん絶対。お、器よ、運命に縛られながらもそなたはこの世界の状況を理解している。え、キャラクターメニューでゲーム達成率を確認できるようになりました。ハローネスとは再び完全となるだろう。え、どこで見れるって。ある。遭遇500、あ、151で141。で、完成。完成ってことは倒すってことかな？が151分の124。なんか、某ボールを投げてモンスターを捕まえるゲームみたいですね。しかも151っていうのがまた某モンスターをボールで捕まえるゲームの初代と一緒ですね。で、これ達成率103なんだけど、なんか 100% 超えてない？すごいね。俺そんなに達成した？あれ？単純な鍵よく見たら余ってるな。っていう感じらしいです。達成度はね、もういろんなイベントやったから結構溜まってますね。はい。じゃあこのまま左に行きますか？あ、右か。右に行きましょう。え？ BGM が。お、あ、閉じ込められた。あ、待って、いる。さなぎ。え、なんか見てない？こっち。え、顔動いてるよね。顔動いてる、動いてる。攻撃すんのかな、これ。あ、待って。これ、鎖を攻撃するんだ。こいつじゃなくて。あー、なるほどね。そういうことか。あー。さすがにないか。これ、いけるかな？無理か。え、じゃあ怖そう。あ、じゃあ端っこから壊していこう。
え？封印解いて大丈夫これ。えいえいえい。これやばいじゃん。え、多分あと一撃だよ。やばいやばいやばい。ほらほらほら。あ、こいつがフォローナイトなの。やばいやばいやばい。いた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 。うわ、めっちゃ切ってくるじゃん。しかも、いた、剣の持ち方独特。いや、その回転切りのタイミングが。ちょっと待って、強い強い。うわぁ、回復するタイミングなくない？これ。こうか。痛い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 。何も言わずに始まるんだね、これ。いった。はい、あ、方向で回復が止まっちゃった。痛いけど、痛いけど、言うほど強くないな。うわ、何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 それ、何それ。おらぁ。あ、ガードするんだ、こいつ、ちゃんと。あー、もうそれ強いんだよ。いや、それ強いからやめろ。ガードするの？ソウルの攻撃もガードするの？こいつ。あ、痛い。よしよし、ここはね、回復。こういう時は大体回復した方が強いの。アビス。うわ、アビスもガードするの？強くない？それ。あー、方向強いな。何した？見えなかった。何やってる？これ。何の攻撃やってる？見えないけど。え？え？え？何やってんの？え？自分は攻撃しなかった今。え？気のせい？痛い痛い痛い。え？うわ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 。まあ、ここはさ、もうアビスでしょ、これ。アビス2連。3連。ダメか。いやでもね、倒せる倒せる。さあ、勝負だ。フォローナイト。強いけど、言うほど脅威ではない気がする。この雲の子たちがね、めっちゃ戦ってくれる、これ。あ、やばい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 。なんかメニュー開いちゃった。おお。方向いろいろね、キャンセルされるからやだ。よし。あ、危ない。あ、そっか、これなんか見分けられないんだよな。いやー、これやだ、強いんだってこれ。よしよし、でもね、ここは回復するのがいいんだ。よし、いいぞいいぞ、クモの子やっちまえ、クモの子やっちまえ。あー、その攻撃か。よっ、ほい。あ、これはここで。よし、痛い痛い痛い。アビス。よしよしよし、第一形態終わった。ほら、やっぱ自分攻撃してるよね。何これ、これ、なんで自分の攻撃してるの？これ。怖いんだけど。あー、待って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 。怖い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 。これは怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。よしよしよし。え？なんで自分攻撃してんの？これ。いやー、怖い。え、なに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 、何これ何これ何これ。この追尾攻撃怖いんだけど。え？あ、いた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 。いや、もう、これこれ。これでいっぱい攻撃しよう。あ、あ、痛い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 。油断させ、油断しと、え？なんで攻撃してんの自分を。え？いや、怖い怖い怖いこれ。この攻撃が怖いんだって一番。あ、通した。え？あっけな。どうした、フォローナイト。フォーカス。え？取り込んでるの？
ばいやばい、新しいホローナイトとして目覚める。え、また封印されたってこと？あ、実績ロック解除。え、終わっちゃった。あ、こんな本当に最後のボスだった。終わった。いや、チームチェリーさんめちゃめちゃいいゲーム作りますね。え、終わっちゃった。え、結局どういうエンドなの？待って待って、最後のチャームも結局あれ破片のままだったんだけど、これがパッと見なんか一枚の仮面になってた気がするんだけどな。あれ？なんかいろいろ逃した気がする。あら、終わっちゃった。マジ？開始十何分で終わってしまった。あら。あらですね。なんと。倒しちゃった。まあ、あとはゆっくりエンドロールでも見ようかね。終わっちゃったよ。この後なんかあるの？もう見るしかないよ、このエンドロール。コングラチュレーションズ。あなたは試練を乗り越え、無事勝利を収めました。ホローナイトの世界を楽しんでいただけたでしょうか。またこの先の冒険にてお会いしましょう。チームチェリー。ゲーム達成度103。42時間。そう、結構かかったね。これちょっとスクリーンショット撮っとこう。ああ、え、スティールソウルモード、ジオの回収も復活もなし。一度死ぬと全てが終わる。そんなボタンがあるの？あ、ボタンじゃなかった。そんなモードがあるの？え？スタート画面が変わった。え？もう一回始めてみよっか。まあでも大体はそうだよね。ボス前に戻ってくるのが一般的だよね。あれ？じゃあこれは？白い破片を俺はどうすればいいの？俺はてっきりここのストーリーを進めたらもらえるもんだと思ってたら全然違ったので、これ探しに行かないといけないね。え？どこだろう？ちょっとそれを見つけに行きますか。じゃあちょっと調べようかな。ああ、なんかいろんなエンディングがありますね。でもね、今がっつりネタバレ見てるんですけど、
普通のエンディングだったみたいです。はい、なるほどね。あれだけいろんなサブイベントやったけど普通のエンディングを見たっぽいですね。あ、そうか、エッセンス、あ、なるほどね。エッセンスを1800集めるってことは、夢見の釘、そっか、まだ夢見の釘が中途半端でしたよね。全部解放してなかったから、ってことはエッセンスを集めに行きましょう。とりあえずもう一回戦おっか、こいつとかね。こいつともう一回戦ったらエッセンスもらえる気がする。あ、いたいたいた。多分こいつ倒すとエッセンスもらえるんじゃないかなって思ってんだけど、どうだろう、違うかな。あべ、ミスった。失われしと、こう、ちょっと どういう攻撃パターンだったか忘れちゃった。あー、こういう感じか。はいはいはい、なるほどね。痛い、意外とやっぱ強いな。やっぱ強いっちゃ強いな。痛い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 。ちょ、タイミングがやばい。いや、そんな強くないんだけど、なんでやられちゃったかな。まったく。まあでもエッセンスを集めるためにはしょうがないよね。一旦こいつらちゃんと手元に持ってきたら多分攻撃してくれる。いけ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 。ああ、いかないか。いいね、これ強い。打ちまくれるじゃん、これ。わかった。強いよ、これ。あ、倒した。お。あら。承諾？え？何これ？どういうことこれ？何？あ、1900。え、めっちゃ溜まった。え、聞くじゃなかったよね、今。あ、特に何もない。じゃあまあ、戻りますか。はい、来たよ。ついにこの時が来たようだな。夢見の釘。そしてそなた自身の覚醒の時が訪れたのだ。そなたの集めたエッセンス、この古い王国に残った希望、純粋なる可能性、それをそなたに、そして夢見の釘に流し込もうではないか。釘を掲げよう、そして覚醒するのだ。強くなった。覚醒した夢見の釘、安直ですね。強固に守られた精神の中にも入り込めるようになりました。おお、これはまさに、もはやそなたから隠れられる夢は存在しない。適切な亀裂さえ見つけることができれば、そなたは最も暗い場所すら覗き込むことができるだろう、できるであろう。そのような力をそなたはどのように使うつもりだ。そなたが突き詰めるのは誰の記憶だ。まあ好きにするがいい。私の約束は満たされた。この王国と同じように私の部族も罪もまた洗い流されんことを。2400 私の古びた心など覗いてどうする。価値あるものなど何も欠かされておらんぞ。だがその夢見の釘を使ってこの世界を観察し続けるがいい。
すれば隠された真実がおのずと明らかとなろう。じゃあこれを持ってどこに行けばいいんだ。強化されたけども、うわめっちゃ光ってる。守護された記憶の中、どこだ守護された記憶って。なんかあったっけそんなの。古代の王宮の跡地にある。そういうことか。あ、待って、そうか、あったね、そういえば。あったあった、忘れてた。あったあった、どこだっけ、これかな。ここのさ、ここにいたよね、そういえば。こいつ、ほら、どこに来たのこれ。ここは何だろう、夢の中か。結局夢って何だったんだろうね。ほらいた。あ、待って、倒していいの。これあれだよね、本来の場所ってことだよね。本来はここでこの騎士がこうやって戦ってたんだよ多分ね。ほいほい、あ、いた。ほいほい、投げてる間無防備ですね。え、強っ。まあ、つい攻撃しちゃったけど。あ、開いた。あ、なんかある。あ、消えた。入る？ここ、これなんだろうね。どこ？これめっちゃなんか綺麗なんだけど、これ落ちたらまずい。まずそうだね。白い宮殿。